中村さんの前座を務めさせてもらいますよろしくお願いします。一応これね、お決まりなんでね。ねえねえ、西田、12周年おめでとうございます。ありがとうございます、ね。僕はここ来たのがね、2018年の8月の29。お前覚えてんだ。いや、フェイスブックに。そういう手にか。某、何々ズフレンズライブ。ピアノのね、はい、調理師やってらっしゃる。あの方のフレンズライブで来させていただいて、その後がね、9月に、ブッキングライブ出させてもらってるの時に、Qちゃん、一緒やったんですよ。で、僕、長澤さんとは今日は初めてなんですけどね、本当ね、また今後とも、またこちらのね、ブッキングもよろしくお願いします。はい、そんな感じで、じゃあ、今日はこんな歌からいきましょう。そう決めたはずの俺だった。さよなら俺の人よ、寂しそうに街が咲いてた。伊丹哲也さんね、
サイドライサイド1981年かな、そうなんですよね。でね、僕ね、これちょうど僕ね、幼稚園ぐらいの頃で、そう、そうなんですよ。俺見るやつやったんで、幼稚園頃ですよ。やったのこれ、若い時。でね、その幼稚園の頃にこの、まあ、歌詞がね、お前グッバイタウンが始まるんですけど、これがね、僕その頃はお前グッパーだっていう風に思ってたんですね。でもちろんそんな歌詞なんてあるわけがなくて、で、まあ、それから時代がね、だって今は YouTube とかで見れるんですけどね、まあ、パソコンでその歌詞を探すんですけど、やっぱり出てこない。で、YouTube でね、ふいっとした時にこの歌が、ちょうど僕がベスト10のね、子供の頃に見てた画像がポンと流れてて、これや思って、で、このコロナのね、この3年間の間に、この歌、取得して、まあ、今に至るわけでございますけどね。まあまあ、そういう、ちょっとね、思い出深い歌から、始めましたけども。でも、高橋さんって幼稚園の頃からそんな可愛いな。怒ってええで、怒ってええとかやで。幼稚園の頃は僕、可愛かったんですよ。そうだ、今も可愛いよ。僕でもあれなんですよ、幼稚園の時はね、もうガリッガリで、小学校の3年生までがもう20キロもなかった人間なんですよね。で、ガリガリだったんですけど、小学校の3年の2学期からブクブク太り出して、高校2年生の時はもうこの身長で体重は85、6。で、この、ね、ズボンの上さが何せも105センチとか6センチとかで1ヶ月経ったら履けないという状態だったんですよね。で、まあ痩せて、まあ今またちょっとブクブク太り出してきたんですけどね。まあまあ、健康にも注意しながら、頑張っていきたいなと思いますけども。おいお前、この頃、調子はどうだね。やっているのかい。おいらといえば昔の恋人にもぽろぽろ抜かれて歌う歌を決まりした。おいお前、ひろきたちが結婚するらしいな。昔のことを思い出して、手紙の一つ。
の山を登りシャワーの水涙を笑う鏡の私に美しい列の服の少女が映る愛を奪った未練が慣れとみたいよ年々とろりねとろんで眠りましょうか遠からならない夢がないやつがない人生は登れない遠からならないあなたをついてないI'm not afraid to die.
僕
僕もちょっとシフト制なんでね、なかなか日取れないですけどもね、まあ、12月、1月以降もね、またちょっとお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、さっきね、ちょっとヤフーで見ましたら、なんかどうやら今日小林一郎が今年、大阪でね、去年に、より2日早い、小林一郎が吹いたらしいです。で、最後はですね、その、まあ、これから冬にね、向かっていくんで、こんな歌を、最後にお送りしましょう。ありがとうございました。高橋です。ありがとうございました。